皆さんごきげんよう。元祖華道家の假屋崎省吾でございます。今日はこの私の別荘の庭のお花をね、使いましてちょっとした生け花講座、こんなことを考えております。アクセスチャンネル、ドレスアップユアライフ、人生を着飾る、これをテーマにお花を生けてみたいと思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。では早速始めます。では早速お花選びですね。ここね、我が家なんですけど、庭なんですけれども、もうここパッと見ただけでいっぱい花材がありますよ。じゃあ例えばこれアナベルって言いましてね、真っ白で綺麗でしょ。これ使ってみましょう。アナベルね、何本か切りましょうね。お花屋さんでもちろんね、選んで切るのもよしね。それからまたこんな風にしてね、お庭だとかね、ベランダなどでね、咲いてる木をこんな風に切ってみるのもよしでございます。ちょっとどちらかというと長めにね、最初は切った方がいいですよ。そして後でまたね、どういう風にするか考えます。あと、あ、ここにもあるね、これも使っちゃいましょう。あんまり悩まない、パッパッパッパ、もうね、あ、切る、やっぱ切んなきゃよかったと思ったって後の祭りなんだからね、もうね、パッパがパッパがね、あの早いとこ切んないとダメです、こういうのはね。なぜかというとね、どんどんしおれてきますからね、植物採取どんどこどんどこ見つけてね、この辺切りましょう。おー、いろんなのがいっぱいありますよ。あ、もみじなんかもいいね。もみじちょっと切ってみる。もみじね、せっかくだ、これもみじなんですよ。こういったね、枝物があるとかっこよく生けられるんですよ、枝物と花ね。でね、こういうギボシって言うんですよ。これもね、終わりなんですよ、この種になってるからね。この種になってこれ切ってきます、ね、はい、じゃあ家の中入りますよ。さあではね、早速花材を用意しましたので、お花を生けるのには必ず器が必要です。どんなね、器でももちろんいいんです。今日は実はちょっとピッチャーのようなこんなね、グリーンのね、器ですけど、選び方のコツというのは、ある程度この口元ですね、お花を入れる部分がちょっと広めの方が生けやすいです。今日はこういうね、大きめのスペースなので、お花もそこそこ入れますから、ちょっと口元がね、広く広がってる器がね、いいですよ。じゃあここに生けていくんですけど、今ね、ちょっとそこで取ってきたこのね、アナベルというね、花なんですけど、葉っぱがね、ちょっと多めなので、この葉っぱは少し整理をします。そして一番ね、大事なことは水の中で水切りをする。そうすると水揚げがね、しやすくなるんです。水揚げで一番大事なんです、水揚げね。しおれたまんまいけるとね、ダメなんです。で、今ちょっとこの口元にポンとここ入れましたね。それからね、何本か杉もね、入れてきます。葉っぱはね、どちらかというと夏の花はしおれやすいんです。でもう切った途端にどんどんこうやってしおれていくので、なるだけ葉っぱはね、省略をします。で、今こうやって水切りをね、何度かしながらこんな具合に入れてきますね。またちょっともう一本入れてきます。骨格を作るのがとても大事です。生け花というのはアレンジメントとはちょっと違って、線をね、見せて、そんなにどっさりお花は生きれない。それがね、コツなので、こんな風にね、水切りしましたらば、余計な葉っぱはちょっと取ってもらってね、そうしてこんな風に取っちゃおうかね。こんな風に長めね、中ぐらい、低め、こういうメリハリをつけていけるとね、とっても良くなりますので、それをね、ちょっと今実践して
やってみたいと思いますよ、ね、かなり葉っぱを整理をしちゃいます。そうしまして、これまた生けてから葉っぱ取ってももちろんいいですよ。水切りをします、ね、単純な作業の繰り返しではありますけれども、この基本を、ね、忘れないでしっかりやっていただくということが大事なことですね。こうやって重なる部分は葉っぱを取る、ね、それからちょっとしおれ加減になるようなところも葉っぱを取る、そして次に厚みがかかったようなそんな感じで、このね水切りをしてもう一回こうやって刺しますでしょ。そうするともうどん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 とこのね葉っぱも勢いが出てくるんですよ。バラとかねよくしおれちゃったりなんかするじゃないですか。そうすると新聞紙にくるくるっとくるんどいて1時間ぐらいどっぷりとね水につけとくの。そうするとこのね花がまたね水を吸い上げてシャキッとするんですよ。ですので今日ね日中の暑い最中にねこうやって今切りましたけど、例えばですけど早朝にね生けておいて水揚げをしておいてバケツに入れてね、そうしたものを水が上がったものを生けると雰囲気出ていいですよ。もうしっかり水が上がってると気持ちいいですからね。そんな風にして生けていただくのも手ですよ。これはねカンパネラみたいなそんな感じね。これ一番いいのがね咲いてたのでちょっとこれ使ってみましょう。これちょっとアクセントになるでしょね。切った途端にどんどんしおれてきちゃうね。こうやってねこのねあの葉っぱの処理ですね、これがね大事なんですよ。そしてこうやってね水の中で切る、この繰り返しですね本当にね。これがギボシの実、ギボシの実野種にあふれたそんな感じのねお花にしてみたいと思いますね。これはねもうほとんどなんかね雑草みたいにバンバカ増えてくるのがね、こう切っても切ってもね根っこが残ってるとね増えてく素材なんですよ。本当にびっくりたまげちゃう。これも実はほらなんか花材になるんですよね。ねこんなものがね花材になる。あとはねもう全体を見てちょっと足すとこ足してね、それからねあの足りないねと思うところを足すような具合にすればいいですね。ちょっとこうやって正面から見てね、あここ足りないかななんて言ったらこんな風にしてね、これも後ろの方にねちょっとこんな風に足してね。結構なくなっちゃうもんだね、あんなにいっぱい取ってきたのにね。あとはねもう本当にバランスを見て、あここ足りないなと思ったところにこうやって足してください。ちょっとね後ろ向くようなのは直して正面向くような感じになるだけねこうやってあげるとかっこよくなります。はい、じゃあこんなところで完成です。ちょっと伸び伸びとしてね、夏の花なので白グリーンアクセントにちょっと紫を入れてね、こんな感じでね作品完成しました。和室のお花もちょっとね次ね生けてみたいと思います。私が直接指導いたします花の教室のご案内です。1万5000コースと3万円コースと2つのコースがありまして、それでまた生け花コースか、それかまたは刈谷崎初号スタイル、この2つのうちから選んでいただきます。お花を3つ生けていただきます。デモンストレーションさせていただきます。そして美味しいお菓子と和菓子、洋菓子、ね、お茶会付きというコースが3万円コースです。デモンストレーションが講師がやってお茶会なしというのが1万円5000コースでございます。
ぜひ銀座港皆様おいでください。お待ち申し上げております。私は直接指導いたします。